こんにちは。ビジネスに限らず一つの活動をずっと続けてるとどんどんね、高みに登るって言ったらね、なんかちょっと言い方が固定化されちゃうんであまり好きじゃないですけども、まあ山登りに例えるとやっぱり何かを積み上げていくってことは、まあ新しい景色を求めてね、一歩一歩登っていくことだと思うんですよ。そして頂上に着いた瞬間、そこは新しい目標、山の板垣に通じる麓だってことに気づく。だから一歩一歩登っていくのかなと思うんですね。でも私は同時にこうも感じてるんですよ。初期の頃からずっとファンでいてくださってる方がいて、なんかそういう方が一番ね、結局は強いんですよね。もちろん昨今ファンになっていただいた方がこれから3年後5年後10年後どうなっていくのか分かりません。さらに強いファンとなって私との関係を強めてくれるのかも分かりませんけども、現時点で8年間の付き合いがある方っていうのは最初からのファンの方なんですよね。でも3年前とか5年前にファンになってくださった方が、仮想通貨とか暗号通貨によって近づいてきて、そしてその話題がなくなって去っていくとしたら、所詮は私自身に大した魅力を感じさせているところがなかったのかなと思うんですよ。そこで私はこう思うんですよ。どんなに高みに登ろうとも、どれだけ山の頂上に行こうとも、ああ久保さんは地に足がついているなと、上っついてなくて雲の上にならずに、頂上は目指すんだけども、いつでも自分と同じところにいて同じ地面を踏んでくれてるな。だから返信も早いし答えははぐらかさないと、まあ、これだけはね残していこうと思うんですよ。そして自分の責任や呵責を超えた大きなね、そういったリスクに関しましては関わるなということをこれまでと同じようにスタンスとして持っていきたいと思います。それがだから余剰資金でやることと手元のカードでやること、手持ちのカードで勝負することだと思うんですよね。まあ、ここはずっとぶらさないようにいこうと思うんですよ。その雲をつかむような話に魅了される瞬間は人は誰もあります。でもそれは宝くじを買うようなつもりで、余剰資金でレジャーとして勝負する、そんな感覚でいいと思うんですよ。でも本気で取り組むべきっていうのは、お金の増やし方に関してみたら、商品を作りましたか、集客をしましたか、その人のお客さんに対して必要なものをちゃんと作ってますか、届けてますか、売ってあげてますかってことだと思うんですね。はい、この地に足がつきながら登り続けていく姿勢を、まあ私はね、隠居という形にしてますけどね。だから隠居ってのは何なんだということでございますけども、それはやっぱ仙人のように一番高いところと一番低いところをつなげる役割だと思うんですよ。で、真上と真下に存在する価値をつなげていく、その辛抱になっていきたいと思います。最後にこの言葉で今回の動画をまとめようと思ってます。人には辛抱、金になる、この意味わかりますかね。前回もお話しました。人っていう漢字をこういうふうに書きます。カタカナでにって書くと2つの点が入りますね。にですね、こう横ですね、人、に、そして和です。和はカタカナでこう2つの点です。で、辛抱を貫いて地面を書くとお金になるわけですね。人、には、辛抱、一本金になる。これでいこうかと思います。